まあ、重大事件といったら重大事件なんですけど、はい、事故ったんですけど、いきなりもう後ろ下がる、もうこれ後ろ下がるし、あらららららららいってな、やばいじゃん、チクチク一回前に行って、まあ、すぐに、おはようございます。おはようございます。今日はちょっと下で雰囲気違いますけど、はい、たまにはね、重大事件といったら重大事件なんですけど、先日まあ、ちょっと夜中ね、大阪の帰りか、はい、に、はい、まあ、事故ったんですけど、まあ、その時の、まあ、映像が、まあ、たまたまドライブレコーダーで撮ったんで、ちょっとそれを撮っていこうと思いますんで、でまあ最初はもう一部隠し撮りしとったけど、警察の人がまさかの俺のこと知っとったんで、なんか見たことある見たことあるって言ったら、YouTube やってるよねって、警察がやってきたんで、でその人と喋ったら、いや使うのはいいですよって、その顔とか隠してくれたらって、でまあ相手も、まあ、別に、まあ、飲酒、泥酔しとったり、まあ、悪気があったやつじゃないもんで、まあ飲酒は良くないけどね、そうそうそう、交差点のど真ん中とか。な、あの歩行者の歩く信号の、そうそう、歩行者のところに止まっとって、まあ、その映像をちょっと出すんだけど、はい、でまさかあら、まあ、俺も帰りに俺何やっとんだあいつって言ったら、車の中で寝とったから、あれ多分ドライブのまま寝とるぞってことになって、まあ叩き起こしたんだよな、起こそうとして、起こそうとして何回やっても起きないから、うん、警察をもう呼ぶしかないなって、ドライブのままだから突っ込んでちゃうじゃん、確かに、で警察を呼ぶってなって時に、まあ、バッ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 ってやってるうちにパッと目開けて、うん、まさかの行動に出たんだよね。そうですね、パーキング入れろパーキング入れろって言って前にバッて一回出て、多分ガチャガチャガチャってやって R に入れちゃったんだよな、多分ね、バックギアに、そうそうそう、でそのまま俺の車に突っ込んできたというまさかの事態に、そうそう、で警察はもう、まあ、やっぱ飲酒だもんで、その特別捜査班みたいなの来て、お、ね、あんだけ3台いたのあれ、うんうん、ですごかったんで、ちょっとその映像をね、まあちょっと YouTube でやりながらなんで、まあ、ちょっと映ってればいい、ほわーっと、いきなりもう後ろ下がる、もうこれ後ろ下がるし、あらららららららいってな、確かにサバ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 って言われてるんだこれ、うん、で、うん、じゃあばいばいパーキングやパーキングやってバババババンって言われてるんだよなこれ、そうそうそう、うん、引きずられてるからね、引きずられてるからね、もうダメだこれもう最後諦めてる、諦めてるな、もうそれ無理だわな俺な、車には勝てんよね、うん、だけど俺とってよかったよ、でも確かに、ね、それこそ乗っとったらまた人身事故とかになっちゃう、まあ、まあ俺は怪我してないもんであれだけど、でも乗っとったらね揺れるからね、まあ確かにそうだよなまあ確かにそうだよな、ね、どんだけのあれで揺れるか分からんけど、でこれぶつかって降りてきたんか、これ映っとるか、これ映像映っとるかな、そこに、はい、お疲れ様です、やばいじゃん、チクチク、しかも最後、ここに止まったよね、ここに止まっとったやつをパッて、これたまたま横来たらドライブにしたまんま寝とったから、声かけたらバックへと俺の車に逆に突っ込んじゃったんですよ、だいぶ下げとったよね、これぐらいだったでしょ、ケツだいぶ下がっていたよね、あ、警察ちょうど来た、通ってた警察、運転手さんの車がこれですね、うちの車で、僕止まって降りて、そこ交差点のど真ん中止まった、もうドライブレーカー、いや、俺ぶつかってます、あ、ぶつかって止めて降りてたんです、いや、一回僕ら通り過ぎてって、あ、これ酔っ払ってるわ、交差点のど真ん中戻ってます、この方がね、うん、どこに来た、あ、じゃあ、危ない、ぶつかってないですよ、相手の人もちゃんと連絡してくるから、悪い人ではないんだろうね、多分普段やらないって言ってたし、普段やらないって言ったから、もう、まあ、本当は警察呼ばずに起こしちゃおうと思って何回も起こしたのに、ベロッベロだもんな、受け入れなかったよね、これ、曇っとるもんね、曇っとるもん、だって相当エアコンガチガチで、で、ちょっと、ったと思うよ、多分ね、他の車いなくてよかったねって感じじゃない、ここに止まってましたね。ハリアが止まってる、俺らが通り過ぎていった、通り過ぎていった、おかしい、おかしい、今のことあるんですね、もっと前のことあるよ、もう降りてって見たらドライブにハリアが止まってる、でもバン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 じゃないと起きないと思わない、帽子を取って検査します、もう寝てます、危ないです、
喋ってた動きが出てるんですよ。いやー前に写真これなんかもうこれもね、これ多分記録で出てくると思うんだけど、もう何回も説明して、ね、警察もまあ来るたんびにいろいろ、ほんでこれ飲酒ってもう確実になって、こうやって歩いて、まあ何これ飲酒のテストみたいなのがあって、なんかこう道歩かしたりなんかいろいろしとったわけなんですが、で、まあ、それで飲酒も確定、フィルターもやって、確定したら、ここぐらいのことは、もともとは。なんか常に思うみたいな感じで。まあ、そうだね。うん、で所轄の警察官が普通の事故通りでやるんだけど、交通課みたいなのが来るみたいな、交通課みたいなのがもうバスみたいなのが来て、で結局3台ぐらいあったのかな、最後飲酒だと保険を、視聴者の皆さん、こんなこともネタにしないといけない職業でございますので、ね、皆様いやさ、本当にさ、主人の皆さん、さ、まあ、飲酒してる人はまあいないと思うけど、さ、飲酒してさ、まあ、よくあるし、俺もでも居眠り運転じゃないけど、交差点で信号待ちでこうやって目つぶったら、そのまま寝ちゃったことない。ない。俺、何回かあるの？まず交差点で目がつぶることないもん。いや、なんか信号待ちの時とか、あー、運転とかならん。ならん。ブレーキ踏んでそのまんま上がって寝ちゃったら結構案外5分ぐらいじゃない、ブーって鳴らされて、あやべって言って、それない絶対。でも人間ってやっぱブレーキ1回踏んだらそのまま踏んのんだろうな。1回前に寝て、まあすぐ寝ちゃった、多分動いたもんね、あんまりやないで、まあ、ちょっと相手もちょっとモザイクかけとるけど、もうこれこの状態だから大変パッドだろこれ、クレカクーンってなってるかな、うん、もうやばかったよ、もう向こうもないもう全然覚えてないって言ったもんな。そうなんだ。運転手と車をまとめて降格に行きました。セマノさん運転手一人、はい、まあ、それで前後かなんかしてくるのと使った、はい、それからコンビニ行って、例えばコンビニ行って何か飲んだりとか、あのもうずっとここにいたってことで、車が出てくる。要は爆睡しないで、向こうは要は今コンビニで飲んだって言い張る可能性があるかもしれないから、うんうんうん、コンビニ来ましたかとか、うん、ここでもう降りてどっか来ましたかって言って聴取を求めて、うん、俺に聞き込みして警察車の中で寝とるもんな。うん、でも今日これこの日話できんレベルだよね。ああそうだ、だけどほら歩きてさ、もうちょっとこれなかなかこっそり撮ってるもんであれだけど、お怪我はないですか？あ、ないです、ないですか？これがまた面白いね。これ見とって車は酔っ払ってるよ。もう言っとるもん、絶対入れたらあかんって、ディレシー中傷だな。うん、近すぎだよ。ここまで行ったところも。この人も、まあ、悪い人じゃないけど、これ動画、まあ、見ることになったら、俺やべえってなってる。名前を知るためじゃなくて、あなたがちゃんとしっかり意識してるか、そういうのためのテストだから、いい？そのことで、まず、名前を教えてください。また1台来ました。事故が。ロシアランクでこう大事故らしい、大事故扱いみたいな話です。あ、終わりました。まあ今日事故の動画であれですけど、まあね。飲酒はまあ絶対もちろんいかんことだし、まあ、あれだけど、まあ、事故は、まあ、でも本当にこの人も言っとったのは、まあ、次の日連絡アーティーで、もう本当にもうごめんねって、もう警察呼ぶつもりなかったから、ちょっと、うん、危ないでって言おうかなと思ったら、お金からね。お金もんで、まあ、これをもう本当にほっとったら危ねえなって、事故るもんな。うん、で、なんか、ね、次の日、こうやって大丈夫だった、警察呼んじゃってごめんねって言ったら、いや、申し訳ないです。うん、でもなんか事故がなくてよかったって、あれもうあのバッグ、俺の車がなかったら駅に突っ込んでる。確かにね。とか前に行って人がいたら人引いちゃってるからね。前あの
ね、ゆっくりしか走ってかんもんで気づきやせん、あの人間は逃げれると思うけど、ぐわーって、でもコンビニガーって入ってったら、もう終わりだよ。前が確か au ショップかなんか、中村な、あそこ。で、後ろはもう駅の中だったもんね。あ、ちょっとこの事故の動画なんかでね、こうやってやるのも、ちょっとあれですけど、まあ経営者の皆さん、ちょっと興味あると思うんですけど、ベトナム実習生の、今、うち組合をやっとって、まあ別会社で、七色パートナーズっていうのをやっとるんですけど、会社じゃないね、組合だね、はい、でそちらの方が今稼働し始めて、あの実習生とあと特定技能、はい、今特定技能っては海外からもう足場の経験した子とか3年とか5年経験した子を連れてくるとか、まあ、あとは建設業全般でいろんな職種でも、あの特定技能というのは向こうにもう何万人って仕事して帰った人たちを連れてこれるまた制度だから、ぜひ声をかけてください。それで何日だった？7月8月の20日19時からオンラインセミナースタート。8月の20日、20日19時から7時からオンラインセミナー、これ無料で毎月第3土曜日にやるのがにオンラインセミナーをやるんで、ここ多分 URL に申し込みフォームかなんか貼ってあると思うんで、ぜひね、無料なんで、まあ、どういう実習生ってどうだよとかこうだよっていうのを、特定技能ってこうだよっていうのを勉強、はい、どっちかというと、まあ、もちろんうちでやってもらうのはいいことだけど、まあ、どういうことか分かんない、何か分かんない、どういうメリットデメリットがあるのか、どういう大変さ、金額がどんなのかっていうのをちょっとオンラインセミナーでやってるんで、実習生特定技能の採用に興味がある方、ぜひそちらの動画の方も、動画じゃない、オンラインセミナーだってライブではない、生で会話できるぜ、相手の質問答えるって言ってましたもん。相手の質問答える、答えるらしいです。大丈夫か、変な質問するんだよみんな。ぜひそちらの方も、まあ、見るだけでも勉強になると思いますんでね。でまた働いておるところもね、実習生使っておるところも、まあ、どういう仕組みできとんのかっていうのも勉強になると思うので、ぜひそちらの方も参加もよろしくお願いします。お願いします。足場材の買い取りもやってますんで、ぜひ、YouTube の方も貼ってますんで、 ぜひそちらのホームにもよろしくお願いします。お願いします。学びで